先輩、ほら早く来てください。はい、ミシンチャンネルのミシンです。というわけで今回もやっていきましょう。夏ソアヘッドオブザレミニセンスアフターストーリー編です。はいはい、まあというわけでね、まあ前回はいろいろまあお出かけしてね、夜店行ったりしてましたね。でまあそれが終わった翌週のまた週末でございますが、今回はまたプライベートビーチの方にやってきているようです。まあ今回はおそらく2人っきりで遊びに来てますね。というわけでじゃあちょっとひと夏の楽しい思い出を作っていきましょうかではではレッツゴー。待て待て、ちゃんと準備運動をしてだな。先輩は準備運動に時間をかけすぎですから。雲一つない青空の下、誰もいないビーチをかけていく。せっかくの夏休みということで、こうして葵と共に一泊二日の旅行に来たというわけだ。学生同士の旅行であることから予算はそこまでかけられない。そこで俺は程度先輩に頼み込み、以前訪れたことのあるこのビーチとコテージを借りることができた。もっとも費用は生徒会の仕事で返してくれればよいわと意味深な笑みを浮かべられながら告げられたが、彼女に借りを作ったのは痛いが、楽しそうな恋人の様子を見ているとまあいいかという気分になってくる。それにしても本当に私たちしかいないんですね。学園が保有しているプライベートビーチだしな。まるで世界に俺たち二人だけが取り残されているみたいだな。前面には海が広がり、背後は森林が生い茂っている。そして聞こえるのは鳥の鳴き声とさざ波が押し寄せてくる音だけときたもんだ。もし私と世界に二人だけ取り残されたら先輩はどうしますか？そうだな、まずは食料と居住スペースの確保、特に水は最優先だろう。それができたら子孫を残すことが大切だろう。人間という種を途絶えさせないためには10人ぐらいは子供を残すべきだろうし。やっぱり先輩ってそういう人ですよね。なんだよ、一体葵はどういう答えを望んでいたんだ？そこはもっとロマンチックに声を大にして私への愛を叫ぶとか、10秒に1回キスするとか、そういうのを期待していました。口を尖らせて不満げに睨みつけてくる。普段は現実主義者なくせに、こういう方面に関しては本当に乙女なんだよな。葵、そっと葵の腰と唇に手を回して引き寄せる。そのまま軽く唇を奪った。声を大にして愛を叫ぶのも、10秒に1回キスをするのも、俺にとってはいろいろと難易度が高いが、これぐらいならできる。葵、好きだそう告げると葵は一瞬で顔を真っ赤にさせた。目線を上下左右に回しながらもじもじと体を揺らしている。なんてことを言うんですか先輩は。なんてことって、俺なりに葵への愛情表現なんだが、ダメだったか？ダメじゃないですよ。ダメじゃないから困ってるんです。そうか。もう、まだ心臓がドキドキいってますよ。本当にもう、先輩は本当に仕方のない人ですね。ほら、海に来たんですから、海に入らないと。赤くなった頬を冷やすためか、浮き輪を持ってズンズンと葵は海の中へと入っていく。そんな葵の姿を微笑ましく思いながら、俺もその背中を追った。浮き輪に捕まっている葵を押しながら、ゆったりと波に揺られていく。真夏の気温のこともあってか、ひんやりとした海中は非常に心地よく過ごしやすい。そういや、浮き輪をしてるってことは、葵って泳げないのか？そんなこと
とあるわけないじゃないですか。もちろん泳げますよ。ほう、ならどうして俺のレッドラインは反応してるんだろうな。犬かきならですけど。自分で犬かきは泳いだうちに入らないって思ってるくせに。赤ん坊はコウノトリが運んでくるという迷信を本気で信じている子供がそれを主張していた場合、レッドラインに引っかからない。つまりレッドラインは言葉を発した人物が嘘をついているという自覚を持っていなければ反応しないということだ。仕方ないじゃないですか。小さい頃は水の中で目を開けるのですら怖かったんですから。今は平気になりましたけど、結果として泳ぎを覚える前にこの年になってしまったんです。それなら息継ぎと泳ぎの基本さえ覚えてしまえば、葵ならすぐに泳げるようになるはずだ。じゃあ今度海に来た時にでも泳ぎを教えてください。今度？別に今日でも構わないぞ。この水着ちょっと紐が緩くて、なんていうか、その泳いだら取れちゃいそうで。それにせっかく先輩と二人きりなんですから、ゆっくりしたいなと。そうだな。これからこんな二人きりの時間はほとんどないだろうし、今日ぐらいはのんびりしているか。はい。弾んだ声で目の前の彼女が答える。そんな様子に口元を緩めていた時だった。うお、急に高くなった波が俺たちに襲いかかってきた。葵、その衝撃で浮き輪がひっくり返る。そのまま泳げない葵が慌てたようにジタバタと水中を蹴るも浮き上がってこない。その手を思いっきり引っ張り上げ体につかまらせる。うい、しょっぱいです。大丈夫か葵？はい、先輩のおかげでなんとか。ありがとうございます。どうしたんですか先輩、そんな固まって。いや葵、その前前って、慌てて葵は片手で胸を隠し、その部分から下を水面へと潜らせた。どうしてそれを早く言ってくれなかったんですか。そんなこと言われても気づいたのはたった今だし、それに今さら俺に見られたところで何度も。そういう問題じゃないんです。恥ずかしいものは恥ずかしいんです。ひどい目に遭いました。葵はひどい目に遭うのは好きなんじゃないのか。それとこれとは別です。私が好きなのは先輩にひどいことをされることですから。なるほど。葵を抱えた状態でなんとか流された水着を回収した俺たちは岸に上がっていた。ふうと疲れたように息を吐いてから、あらかじめ敷いていたビニールシートへと腰を下ろす。どうぞ先輩。手渡されたのは日焼け止めのクリーム。さっき俺は塗っておいたぞ。一度だけじゃダメですよ。基本的に日焼け止めのクリームは効果時間が短いんですから。それに海に入って落ちちゃって効果がだいぶ薄まっていると思いますよ。帰った時に日焼け跡で痛い思いをしたくないのなら再度塗っておくことをおすすめします。なるほどな。そういうことならもう一度塗っておくか。そういえば以前海に来た時、会長にサンオイルを塗っていましたよね。ぐ、余計なことを思い出しやがって。あれは仕方なかったんだ。姫野とエリスの宿泊費用を人質にされていたからな。そうでしたっけ。私の目には先輩が鼻の下を伸ばしていたように見えましたけど。誤解だ。俺は決して程度先輩をそういう対象とは。いかん、あの時の光景と感触、そして艶やかな声を思い出してしまった。
どうしてそこで黙るんですか？その、なんだ？勝手に胸へと目が行くのと同じで、男にはそういう生理現象が…つまり、先輩は会長のイロカにやられていたということを認めるわけですね。否定はしない。うん、それなら、私にも会長と同じことをしてください。は？だから、私にも日焼け止めクリームを塗ってください。そうしたら、許してあげます。そもそもあの時は、まだ恋人ではなかっただろう、と反論しようとしたが、火に油を注ぐだけなのでやめておいた。葵から日焼け止めクリームを受け取り、手につける。うつ伏せになって横になった葵は、水着をずらして俺に背中を向けた。お手柔らかにお願いします。ああたっぷりと日焼け止めを手に取り、葵の背中を撫でていく。そのまままんべんなく広げてから、肩や腰、そして足まで塗りたくっていった。その度に葵はくすぐったそうに身もだえる。身もだえているだけなのか？どことなく頬が紅潮して、かすかに甘い吐息が漏れている気がするんだが。先輩上手ですね。もしかして慣れてます？そんなわけないだろう。こうして異性に塗るのはまだ2回目だ。2回目。ほら、背中と足は塗り終わったぞ。さすがに正面は自分で。正面も塗ってください。は？だから正面も塗ってほしいと言ってるんです。どうせなら最後までお願いしたくて。待て、正面ってそのさすがにまずいだろ。私は構いません。だから先輩お願いします。どうやら葵は本気のようだ。はい、ただいま。ね、今回はそう一郎が特に悪いところはないと思うよ。いや、まあね、いろいろあそこまで言われたらみたいなところはあるよね。はい、このままもう少しやっていきましょう。葵が脱力したのか、そのまま俺の胸板へと倒れ込んできた。よく頑張ったなと好意で伝えるために、葵の頭を優しく撫でる。先輩はいつもこのくらい動いてるんですね。ちょっと尊敬しました。さすがに疲れたみたいだな。はい、もう今は一歩も動けません。なのでしばらくこのままでいいですか？もちろん。そして俺たちは互いの熱を感じながら激しい運動の疲れを癒すのだった。